原産なんですけども、アイスプラントという植物ですね。それを、佐賀大学の小川技術が改良して、その野菜として出したものにバラフという名前を付けたんです。この野菜というのは最近結婚式場とかでよく使われてますけども、それまさにですね、照明を当てると光るんですね。もともとはですね、塩味のする野菜ということで興味持たれたんですけども、今のですね、使われ方を見てると、いわゆるやっぱりビジュアル的に光るところがですね、一番の特徴かなと思ってます。これはですね、南アフリカの、共和国じゃないですよ、南アフリカで使われているスワヒリ語っていう言語をご存知ですかね。そのスワヒリ語の中で、クリスタルとかそういう意味を指すものですね。これは植物体がキラキラ光る、そのイメージでその名前を付けたというふうに聞いてます。これはですね、もともとは、野菜としての利用が最初ではないんですよ。佐賀大学の方で、このアイスプラントというのがですね、いろんな、ミネラルと土壌にある成分を吸い上げて溜め込む性質がありましたので、これはいわゆるその土壌改良の材料として使えないかという、そういう研究がなされたそうです。その中でいろんなですね、ネット等によるあと文献とかですね、調べてると、どうやら食用にしてたようだということが分かりまして、で環境浄化に関する研究の後でですね、そういう野菜科の研究っていうのを始めたというふうに伺ってます。ミネラル分を豊富に含んでますので、ほんのり塩味がいたします。で食感はですね、そうですね、他の植物はあまりないですけど、中ちょっとシャリシャリした最初は食感がいいんですけども、口の中で咀嚼してると溶けてなくなっちゃうんですよね。そういう不思議な、ほんのり塩味で、シャッキリ新食感というような感じで歌っております。この野菜自身は、どっちかといったらですね、やたり焼いたり煮たりっていうことよりも、いわゆるその生野菜としてのニーズが高いっていうことですね。それは一番最初申し上げましたけども、やっぱりビジュアル的に光ってきれいっていうことなんで、一番なのはそのまま野菜、サラダとして食べる。その場合ですね、トマトとか、生ハムとか一緒にですね、食べると非常に美味しいっていうふうに聞いてます。でレストランのオーナーなんかがよく聞きますけど、この野菜は非常にいいと、調理せずに味があるから手を抜けるということも聞いたことありますね。あとですね、一番お子さんなんかの食べ方で一番おいしいと思うのが、鰹節とですね、非常にジャンクフードですけどマヨネーズをバラフにあえてもらってですね、食べるとこれは非常に美味ですね。はい、おいしいと思います。ミネラル分が非常に豊富なんですね。人間っていうのは基本的にミネラル分っていうのも野生から補給してるんですけども、塩味以外にもですね、いろんな美容元素としてミネラル分を豊富に含んでおります。それとですね、機能性成分としてですね、特筆すべきことは、フィニトールっていう成分、これはいわゆる血糖値の抑制効果がありますね。あとですね、ミオイノシトールっていう成分ですけども、これは脂肪燃焼効果があります。こういうものは欧米なんかではサプリメントの原料になるものだと伺ってますので、そこら辺がですね、成分的には売りだと思います。あとですね、材料として野菜で使われている分もありますけども、さっき言ったですね、例えば今塩スイーツというかですね、甘いものに塩満たすと甘みを引き出す効果がありますので、こういうものをですね、乾燥、野菜を乾燥させて、これをスイーツの原料に使うとかですね、そういうこともいろいろ試してみました。はい、いろんな野菜がですね、ケーキに変わります。
まあ正直近隣にあまりないんですね。まあ市場的に言ったら高級野菜で通ってまして、一番出てるところっていうのは、まあ、簡単に言ったら百貨店なんですね。もう分かると思いますけど、高島屋さんとか伊勢丹さんとかですね、そういうところで扱われてる方が多いですね。あとですね、市場的に言いましたら、やはり東京の市場が一番大きいですね。全体で言ったらそうですね、もう 40% とかは東京に行ってます。あとはもう、我々の方はですね、各その地方都市で言いますか、まあ、広島だったり、京都、名古屋とかですね、あと北海道、全国に出荷しております。野菜をそのまま野菜として売るっていうことが基本なんですけども、ただその時欲しい量っていうのがですね、まあ分からないわけですよ、事前には。そう考えるとどうしてもですね、その野菜自身を乾燥するなり冷凍するなりっていういろんなこう加工しながら、まあ簡単に言った商品寿命を伸ばして有用なものを作る、これが加工品になるんですけども、バラフにおいてもですね、そういう試みを やりました。でまあもちろん素材としてご当地、佐賀のご当地のものとして考えてましたから、例えば過去にはですね、まあ、ソフトクリームとか、あと豚まんとかですね、あと麺とか、バラフを、原料としたいろんなこう、まあ、加工食品を、試しに作ってみましたね。そうですね、もうこれ一番聞いてほしかったことなんですけど、実はその、バラフっていうものを考えるときに、我々っていうのはこれを野菜で使うっていう限定すると非常に幅が狭いと思ってる。何か使えないかと。例えばさっき言ったキラキラ光るっていうところですね、例えばディスプレイでなんかこう飾りに使えたりとかですね、あとですね、まあ化粧品ですね。実は今我々の中で一番熱いのは化粧品なんですけども、実はそのバラフっていうものは抗シワ作用、結構皆さん言うと笑われるんですけども、非常にシワの改善効果が高いっていうことが分かってまして、今いろんな化粧品の中に保湿とかですね、抗シワ作用ということで入ったものが作られております。我々はいわゆる、まあ、バラフっていうのは一つの素材なんですよね。実はその農業でいかにその発展していくかっていうことを、素材をバラフとして考えているわけです。で、まあ、今までその、野菜をですね、作った分を全部その市場に放り込むと、いわゆる供給過多になって値段が下がるってことが起こるんですよね。ってことは欲しいだけを作るっていうことができたらいいんですけど、欲しいだけっていうのは事前に分からないわけですよ。そしたらその、まあ、農業の生産と流通の中で必ずですね、余剰っていうのが出てくるわけですね。それを余り物にしないためには、やっぱり有用なこう、まあ、加工品を作る必要がある。まあ、それを例えば地元の特産になるような他の加工業者の方に原料として使ってもらいながらですね、地産品として、まあ、消費者に買っていただけるものを作ったりとかですね、まあ、あとはですね、我々がこういうふうに構築した野菜の生産と販売、まあきちっとですね、生鮮としても売りながら、余剰もですね、余りではなく有用なものとして流通するような、そういう仕組みを生かして新しい農業に挑戦していきたいなというふうに思っております。バラフを栽培しているハウスに行きました。まあ、早速バラフを試食させていただきたいと思います。お願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、どうぞ。じゃあいただきます。どうですか。はい、美味しいですね。この何て言いますか、プチプチがですね、すごい最初の食感が良くて、でもその後すぐ溶けていきますね。なんか口の中でですね、そうですね、これぐらいだともうある程度塩味もあって、はいはい、もうドレッシングとかも必要なくそのまま食べれる感じです、ね、そうですね、もう
私とかあの、はい、収穫しながら食べます、はいはい、そうですね、美味しいです朝食のサラダです、はいはい、マラクの栽培はどんな風にされてるんでしょうか。ですね、あの季節ごとに収量は異なるんですけども一応一年中植えてますね。こういうふうにあの栽培ベッドが複数ありますから、まあ、順次こう植えていって収穫し続ける形になりますね。それをもうまあ、順次繰り返すと一年中っていうこと、まあ、シーズン的に取れない時期ももちろんありますけどね、はい、じゃあちなみにこの一列でどのくらいの量になるんでしょうか。あ、これ一列ですか、はい、300キロぐらい、300キロぐらいありますかね、はい、全部取り尽くしたとしたらですね、はいはい、それぐらいはあると思いますよ。でまたあの次から新しいのが入ってくるっていう。そうですね、はいはい、そういう形になります。出荷量は大体どのくらいになっていますでしょうか。ですね、うちのですね、通常出荷している商品って70グラムが入ったパックのものがですね一番多いんですけども、一番多い、例えば需要期だと、まあ、大体まあクリスマスシーズンとか、あとまあ今のですね、ゴールデンウィークの最中も多いんですけど、で大体1000パックくらい毎日出てますね、はい、